んにちは、ハイジンです。今日はケンタッキーさんから新しいチキンが出てて、それが結構美味しいらしいのでやってきてみました。はい、こちらですね。はい、このケンタッキーさんなんですけれども、ここにお肉のメニューがありますが、さすがにこれは違うお店ですよね。これ新メニューすぎますよね。こちらが今回の目当ての商品、ザクザク骨なしケンタッキースパイシーメキシカン味270円。そんなわけでザクザク骨なしケンタッキー買ってきまして、今車の中も結構スパイシーな匂いが充満してるんですけれども、実は私今回もう一個目当ての商品がありまして、それがね、いちご味のすんごいカロリーが高そうな、うまそうなクラッシャーとかいう、ドリンクなんです。それもセットで飲んでスパイシー甘いスイートで楽しもうかと思ったんですけれども、今回行ったのがそのクラッシャーをお取り扱いしてない店舗だそうでございまして、レジでそれを言われてテンパって何もドリンクなしで一回帰ってきちゃったんです。それならそれで違うの注文すればいいのにって思いながら帰ってきて、ちょうど間にセブンイレブンもあったので、セブンイレブンでジュースを調達するという形になりまして、このなんかダブルクリーミーとセブンイレブンさんでね、クリーミーだけでもすごいのにダブルだって、1本で165キロカロリーというクリーミーさを保っております。何言ってんでしょうね。で、サクサク食感のしっとりイチゴというなんかクラッシャーの面影を引きずったよね。なんかすんごい自分が好きな芸能人がいて、本当はその人とお付き合いしたいけど、それは絶対無理だから似てる人と付き合うみたいな感じのことになってるのかな、違うかな。結局のところセットも頼まずにこのザクザクチキンの1個だけを買ってくるということになっちゃいましたが、登場してもらいますと、ちゃんと手が汚れないように食べやすい包みに包まれてますね。結構ザクザク、あ、こう来ましたね。これだからさ、なんかシリアルみたいな形状のものが、外にぶわって貼り付いてる。あ、この感じのチキン好きよ。このザクザクチキンをさ、車の中で食べるっていうのも結構なチャレンジだよね。いただきます。うまっ、うまいね、やっぱり。まで結構喉に来る辛さだけど嫌じゃない辛さ、いい辛さだね。ちびっことかにしたら辛すぎちゃうかもしんないけど、舌の上とか口の中とかじゃなくて喉が一番辛いって歌えてるような辛さだねこれね。たまにさ、怪我とかでさ、なんでここ打ったのにこっちが痛いんだろうみたいなことあるじゃん。そういうチキン意味わかんないか。ただ衣はやっぱり思った以上の本当にザクザク感あるね。うん。で、かぶりついてからしばらくもうザク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 してて、その、あれ、俺今何食べてんだっけ？実家とかにいる時にさ、なんかの用事で2階に上がったんだけど、2階に上がったら、あれ今何しに来たんだっけ？みたいなことあるじゃん。そういう気持ちに襲われるような、すんごいもうチキンを飛び越えてザクザクの印象が強いっていうかとな、ことになっちゃうやつなんですけれども、それからしばらくして、やっぱ質のいい柔らかいチキンのジューシー感とかも合わさって、そのジューシー感がザクザク感を凌駕して飲み込んでいってからの、幸せな感じ。うん、もうすぐ。で、やっぱりケンタッキーさんですから、これだけ周りにコーンフレーク的なものがあって、お肉も結構の大きさがあったのに、嫌な脂っこさがないというか、味もしっかりしてるけど爽やかななんか感じで食べれてるっていうのがやっぱ嬉しいですよね。うん。はい、ごちそうさまでした。ちょっとダブルクリーミー飲むの忘れてましたが、よいしょ。ちょっとどのくらいクリーミーなのか飲んでみましょうかね。あー、一口今飲んだだけでだいぶ口の中がまったり滑らかになるくらいクリーミーだね。このイチゴで一旦追いかけてみたらどうなるのかって話ですが、甘い中にイチゴの酸っぱみがいいね、これね。すごくいい。で、軽くて美味しい。ただ飲みたかったケンタッキーさんのやつとは多分全然違う。というのはいいんだ、もう。それはいいんだ。それはいいとして、また変なコメント来てんだ。だから紹介しますけれども。カピバラバラバラさんからのコメント。ハイジーさん、首座りましたねって40年以上前から座ってるよ。なんなら顎が重い分、だいぶ早めに座った。